こんにちは、デリッシュキッチンです。炊飯器で牛すじ煮込みを作ります。鍋にお湯を沸かし、牛すじ肉 300g とネギを2本入れ、中火で熱し15分茹でます。水で洗います。食べやすい大きさに切りましょう。大根を10センチ用意し、食べやすい大きさに切ります。細ネギ2本は小口切りにします。炊飯器に牛肉を入れ、大根を加えます。酒大さじ1、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、醤油大さじ4を入れ、水 500cc を入れます。通常炊飯しましょう。出来上がったら蓋を開けます。盛り付けて完成です。